次は頑張ってるのかな。おや、よろしい。私がすることは極めて単純で、何度も考える価値などないと思っていたが、もしかしたらこの世界は本物の星を服従させ、そして神々に匹敵するかもしれない。ああ、思いついた。にぎわってないけど、ここがまだ観光名所と呼ばれてた頃はかなり有名だったよ。あ、聞き忘れてたけど、お腹は空いてる？何か食べようか。人をもてなすのは久しぶりだけど、ここの食べ物は本場の味ばかりだよ。他のところだととっくに失われた技法だと思うんだ。もちろん、そこの看板は見える？当初から何代も一人で技法を受け継いできた料理人たちがここに残ってなかったら、その技法は消え失せてただろうね。外には絶対に支店がないし、食べたことがないって保証するよ。その前に周りの人たちにコラリーとヘリアについて聞いてみよう。彼女たちにも食べさせたいんだね。人が揃わないと一緒に食事ができないっていう視点で考えれば、それも間違ってない。ならちょうどいいね。どうせうちもいろんなところを回る予定だったし。回収の件で？ああ、回収は毎日見られるものじゃないから、情報が遅い奴らにも知らせてあげないとね。そのついでにあんたたちの仲間の行方も聞いてあげる。初めて来たあんたたちをここに放置するなんて、うちも安心できないし。今はそうするしかないよね。セナは、でも少爵、後であなたとどう戻るかっていう話をしたい。ずっとここにいると他の人たちが心配するから。戻るね。でも先に言っておくよ、どうすればいいのか分かってたら、うちもとっくにここから出てる。もちろん出会ったのも何かの縁だし、力になれることがあれば必ず全力で手伝ってあげる。絶妙な発明を思いついたけど、紙が小さすぎて全部メモできない。私だけよく野良猫に久しぶりだね、おじさん。しばらく回収に参加してないよね。もうすぐ今回の回収が始まるよ。使えるかどうかはさておき、備えておいた方がいいんじゃない？そうだな。こんなものと生涯を賭して戦ったんだ。選べるなら
頼りたくはないが。またそんなことを言って。今だって悪くないだろ。うちを見習ってみてもいいんじゃない。どん底に落ちるって言ったら、うちよりふさわしい人はいないよ。それはあんたが本当の意味で中にいたことがないからだ。そして俺は明かりが消えたから役立たずになった。そう言わないで。さあ、悲しい話はやめよう。今回の回収におじさんも入れておくね。ああ、そうしてくれ。でも俺の恐怖はそう残っていないと思う。まあまあ、おじさんはまだまだ商売できるし、転ばぬ先の杖だと思って。そうだ、この近くでよそ者を見かけてない？は？ここによそ者がいるはずないだろう。見てない見てない。あまりブラブラしていないのは本当のことだ。俺をビビらせて騙さないでくれ。いや、騙すつもりはないよ。でも具体的なことはうちにもよくわからないんだ。何かの間違いって可能性もありそう。さっきの人は知り合い？ああ、この琥珀街でうちの知り合いじゃない人はいないよ。でも人に会ったらおじさんおばさんって呼んでるけど、さっきの人だけは本物の年長者だよ。それって彼もあなたと同じように数百年も生きてるってこと？少なくとも150年は生きてると思うよ。もちろんそんな人はそうそういない。でないと老朽は人でいっぱいになる。でも聞いた話によると、彼はうちと違って何かとんでもない代価がある技術を使ったらしい。具体的なことはうちもよく知らないよ。話がそれちゃった。彼はよそ者のことは知らないって言ってたから、他の場所に行ってまた聞いてみようか。小尺お姉さん、小尺先生。ん？ああ、また他人行儀な呼び方をして。どうかした？ううん、なんでもないよ。その回収について聞きたくて。家のものがちょっと足りないからまさに早く来るより良い時に来た方がいいってことだね。よかった。ん？何か別の厄介事でも？うん、その小尺先生、もう一度パパを説得してもらえないかな。説得？ああ、おじさんはやっぱり回収で手に入れたものを使おうとしてないの？うん、このままだとパパはお腹が空いて死んじゃうかも。そういうことか。つまり彼はまだ琥珀街の外にあるあの田畑を守って自給自足しようとしてるんだね。うん、ママも説得しようとしたけど、けど。わかった、安心して。またそっちに行ってみる。他人を説得するのはうちの得意分野だし。でもね、パパが死んじゃうのが怖いのに、なのにパパが死なないって分かってたら、もう回収に参加できなくなるのかな。そうしたら私とパパはやっぱり、
私、何を考えたらいいのか、わかんなくなっちゃった。それは、大丈夫。それ以外にも怖いことはまだまだあるよ。例えば、琥珀街に恐ろしいよそ者が何人も来たとか？よそ者がこっちに？怖いだろう。安心して。すべてうまくいくから。ごめんね。あの子元気がなかったから、ちょっと話が長くなっちゃった。大丈夫。彼女は本当に困ってるみたいだし。でも、二人の話を聞く限り、怪獣ってまさか。ああ。自身の恐怖を使って影と取引するんだ。だから恐怖を感じられるものがないことに、あの子は怯えててね。前にも言っただろ？生きていくのはそんな簡単なことじゃないって。まあ、何事にも怯えてたら、そもそも生活できないけどね。すべてがうまくいく。昔うちが生活に困ってた頃は、よくそんな風に慰めてもらってたよ。エミリー、あの子が大人になったら、同じやり方で誰かを慰めるかもしれない。今日のうちはどうしたんだろう。無関係な話ばっかり口にしてる。行こう。ここにいても何もできないからね。今週の宿題。へえ。あいつやっぱり仕事し始めてるんだ。ちょうどいい。彼はいろいろ知ってるからね。やれやれ。さすが機械を見極めるのが得意なあんただ。とんでもない。先生がいてくださるから生計を立てられるんですよ。私は悪徳仲介人じゃありません。彼らから聞いてるよ。あんたは大げさな芝居にこだわってるだけで、値段はそうだってね。もちろんです。私は不正な手段を使うものですからね。これも先生から学んだことです。はいはい。うちにそんなお世辞を言うのはあんたくらいだよ。そうだ、琥珀街で見知らぬ人を見かけてない？うちのお客さんなんだけど、はぐれたみたいでね。見知らぬ人ですが、商売の好敵手なら。商売の好敵手？はい、前代未聞です。二人のお嬢さんがこの近くで露店を出しているそうで、しかも私と同じように他人の恐怖に水を与えて成長させるような商売をしているらしいんです。そんなこともあるんだ。ええ、ですが彼女たちも私のことを知っているようで、とても慎重に行動するんです。私が彼女たちの商売を、盛り上げようとしたんですが、このはいはい、あんたはちっとも変わらないね。またひねくれた話し方をしてる。わかった。その件はうちが何とかするよ。ただあんたがうちより先に会ったとしても、彼女たちを困らせないでね。今のは老朽はね、異色と野外の怪物以外特に怯えることはないんだ。そのせいで回収の時になると、いつも取引に使う恐怖を差し出せない人がいる。だから彼みたいな人が現れるんだ。彼はいろんな方法で人々を怯えさせて、回収が終わった後に一定の割合を差し引くの。道理で彼は不正な手段を使うって言ってたんだ。そうでもないよ。何もしないままで稼ぐより、彼は手段をじっくり考えることに興味があるんだ。あんたたちがしばらくここにいるなら、彼と接することもあるかもしれない。まあ話を戻すけど、なんて言えばいいのかな。あんたたちが探してる仲間って、彼が話してた二人のお嬢さんっていう可能性はない？
それは否定できないね。じゃあ大丈夫だ。サイコ、みんなの様子を見る限り回収の開始時間もそう遅れたりしないはずだし、うちらも急いで用事を済ませなきゃ。